僕ね、本当なんか仕事って5年スパンぐらいでちょっと嫌になってくるタイプの人間かなと思うぐらいなんですけど、はい、カオールはならないですね。いつもなんかもっと増やした方がいいんかなとかいろいろ考えたりはできるんでね、全然そんな思ったことないですね。本日インタビューよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずは自己紹介お願いします。南大阪地区本部加盟の久米哲也です。よろしくお願いいたします、はい、年齢おいくつですか。今57歳になりました。これまでのキャリアを教えてください。某スーパーに入社して約8年と、あとは某一流食品メーカーに6年ぐらいおりましたかね。であとはまあ父の仕事を兄と一緒にしてたんですけども、それがあまり良くなくて、また別のスーパーに再就職したんですけど、そこが倒産しまして、別のスーパーに吸収されたんですけど、まあ言うてもやっぱり年齢は年齢でもう50前やったんで、はい、まあ、居場所ないですよね。そんな中で、まあ、たまたまうちの兄のお知り合いがカバーオールの話を持ってきてくれはったんで、もともと僕掃除の仕事したかったんで、だからもう本当ドンピシャの仕事が目の前に飛び込んできたという形で、はじめまあ兄と2人でカバーオールの社長のもとに話聞きに行かせてもらって、ドンピシャやなって、もうこれやるしかないという形で決めたんですけど、やりたかったっていうのは独立志向があったってことですか。もともとそうなんですよ。その前に父の仕事がダメになった頃にスーパーに就職したんですけど、掃除屋さんも実は受けに行ったんですよ。それはどこというか。近所のいわゆる個人がやってはる掃除屋さんの社員としての募集やったんで、これは一回行ってみようって行ったんですけど、経験がないもんで給料があまりにも安いんで辞めましたね。すぐにはもう生活ができなかったんで。スーパーとか食品メーカーってどういったところなんですか。ライフコーポレーションですわ、はい、であとが日本ハム。もう大手大手。そうですね、まあ、たまたまライフはもう新卒で入ったんですけど、日本ハムは学生の時にバイトしてた絡みがあって、はい、ちょっとコネがあったもんで、スーパーの仕事ってやっぱり朝早くて夜が遅かったんで、そのコネでプルカと一人ワックできたんやけど正社員で経営かっていう話があったんで行ったんですけどね、はい、まあそこを続けるつもりだったんですけど、父の仕事も兄から誘われたん で結局兄の誘いに乗ってしまいまして、今考えたらおった方が良かったかなと思うんですけど、ただ今はこの仕事に巡り合ったんで、もうそれはもう全然帳消しになってしまいましたんで、はい、前職主に3つ職種があると思うんですけれども、この3つの職種で苦労されたこととかってありますかね。ライフにおった時がやっぱり一番しんどかったですね。やっぱり主任もしてましたんで、はい、売り上げであったり、それから人の手配であったり、人のことであったりとか、ほとんど休めない状態だったもんで、はい、もう会議会議会議でも会議の資料を5つ組んでたら休みの日しか作れないじゃないですか。データどこにあったら会社にしかないから、休みの日に会社に行ってデータを見て資料を作るんですけど、はい、だ結局家におることほとんどないんですよ。だからもうある日一番やめろと思ったきっかけは、子供がまあできてもう僕の顔見て泣くんですよね。もう結局家いないから、はい、このおっさんどこのおっさんやねみたいな感じだったんで、これはもうやめなあかんなっていう、はい、こんな夜中に出て夜中に帰ってくるような仕事をちょっともうやってられへんなっていうのがあったんで辞めたんですけど、それが一番しんどかったですかね、はい、その時間的な都合から、まあ、日本ハムさんに。そうですね、百貨店なんで、例えばギフト中元とお歳暮ってあるんですけども、はい、その時だけがもうすごく忙しいんですよ、うん、あとはもう普通の生活なんで、はい、特に残業がむちゃくちゃあるわけでもなく、うん、1日大体の8時間ぐらいの労働なので全然良かったんですけどね。かなり日本ハムは労働環境が良かったんです。一流企業なだけあって、はい、やっぱり福利厚生もすごく良かったですし、本当良かったですね、はい、次のあのお父さんの会社はどうでした。仕事がずっと良かった時は良かったんですけど、はい、やっぱり何年かするごとにもうマッチしないようになってきて、売上も一気に落ちていくし、うん、これではもう生活できるようになってくるなっていうのがもうあったんで、まあ兄はそのまま継いでくれてるんですけどね、はい、まあ、でも僕は多分あのままやってても無理かなと思ったんで、先に僕はもう辞めるいうことで辞めて、はい、でも別のスーパーに再就職したんで、はい、まあ、そこでもしんどかったですけどね。スーパーとか拘束時間にはもう慣れてたんで、うん、逆に今のカバーオールの拘束時間結構自分でやってる話でありますし、うん、雇われてるわけじゃないんでね、うん、もう全然気にならないですよね。カバーオールさんかなり朝早く始めて昼頃終わるという形が多いと思うんですけれども、はい、久米さんの場合もそうですかね。僕は2時に起きて3時ですね。だいたい2時半ぐらいに家出るんですけども、はい、1時半から2時ぐらいに毎日終わる形ですね。今までのインタビュー史上一番早く起きてはるオーナーさんやと思います。そうですか、はい、そういうハードワークするっていうのはやっぱりスーパーの
そうですね。マシというか。天と地ですね。自分で決められるっていうのもありますもんね。この今のカバーオールっていうのは自分で全て決めて、自分が決めたからやるしかないっていう気持ちがやっぱりあるんでね。はい、だから本当、この仕事になって仕事嫌やなって思ったこと一回もなくて、ただ今ちょっと心配してるのはちょっと年いってきたんで、はい、それだけはちょっと心配なんですけど、うん、仕事は本当、どこの会社も全部会計書でね、休むことないんでね。はい、それはもう本当ちょっと自分で自信のある部分なので、はい、カバオールさんの話が飛び込んできたっていうおっしゃられたと思うんですけれども、はい、これ別のフランチャイズとかの加盟って検討されなかったんですか？いや、もう全く、うちの兄のお友達が紹介してくれたんで、はい、太田社長のところに行った時に、なんか不信感みたいなものがあれば、うん、他も加盟を検討したかもしれないんですけど、はい、全くなかったんでね、太田さんもストレートに喋ってくれてはるなっていうイメージもあったし、うん、決めた条件の中で一番の決め手は接客業や言うてくれたんですよ、うん、で僕接客業すごく自信があったもんで、はい、日本ハム時代はお客様サービス係もさせてもらってたぐらいなので、はい、だからもうその言葉が一番決めてですね、今でも覚えてますね。現在久美さん加盟されて何年目になりますか？今年で丸6年の7年目になりますね。じゃあ50歳ぐらいの時に加盟されたりますか？カバオールさん入られて最初の印象ってどうでしたかね？特にうわ違うやんっていうのは一回もなかったんですよ。加盟検討中の時に社長さんから方針発表会にお誘いいただいて、はい、行った時の先に加盟してる方結構話もいろいろ聞けて、その言うてる言葉はまあほぼ嘘ないんで言っていろいろ言うてくれはったんでね、はい、苦労してる方多いんで傷の舐め合いというかみんな優しい方ばっかりですよね。現在の月商っていくらぐらいですか？月商がだいたい今142万ぐらいですかね。月が年商でいうと1600万ぐらいになるんかな。従業員さんの雇用とかってどう？実は去年の9月からうち息子を入れたんで、はい、息子と息子の嫁さん2人入れて、もともと3名今もおるんですけどもね、うん、私入れて6名で運営しております。その3名さんっていうのはどのようなペースで入れられたんですかね？1人は兄のお知り合いの方ですね。最初から入ってはる方で、うん、もう1人もうちの兄貴の知り合いの息子さんとかで、もう1人は去年ぐらいに普通の募集媒体で入ってきてもらった方なんですけども、はい、それまでにもう何人かおったんですけど、うん、1年ぐらいでみんなやっぱりこう出たり入ったりされるんでね、うん、しんどいですね。一人でやることに比べてマネジメントの面で苦労された。募集の部分でそれなりの金額払って募集出してもノーカウントとかね、うん、が結構やっぱり出てくるんで、はい、せっかくお金払ってんのに、はい、お金がドブに捨てるような形になってしまうんでね、うん、その度になんか辛い思いはするんですけどね、はい、すぐにね人パッと決まってくれれば何も不安でもないんですけど、うん、その部分やっぱ困りますよね。お客さんに迷惑かかっちゃうんで、はい、まあ、そこがやっぱり一番ちょっと心配な部分ですね。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ大吉カバオールの加盟オーナー大募集中です。興味のある方は概要欄から来てください。現在活動されてて、はい、解約ってどのぐらいの頻度でありますか？私の場合はこの7年で兄と一緒にやってた時は1件あったんですけど、うん、私が独り立ちで今やってちょうど1年と何ヶ月になるのかな、それで1件だけですね、うん、その要因って何になったんですか？それはお客さん自身の業務の中でうちが対応できない業務が入ってたもんで、うん、対応ができるそういう業者さん変えますということでキャンセルになったんですけどね、うん、実質ゼロっていう形だと思うんですけれども、その継続率を高めるためにされてることってありますか？お客さんが見てわって思われないことですね。例えば住み角にゴミ落ちてても、もう今日時間終わったから掘っていくじゃなくて、うん、必ず取っていく、それは必ずやってますね。だからやっぱお客さん目線で常にものを考えてますね。あ、ここちょっと汚れてるわと思ったらもうすぐに拭いておくとか、うん、それはもう間違いなくしてますんで、うん、お客さんもいつも喜んでくれはりますし、ね、はい、だからすぐにやる。もしお客さんからクレームっぽいことがあったらすぐに行く。明日行くはダメです、はい、もう必ず1時間以内2時間以内に僕必ず行くんで、うん、本当だったらもう帰る途中で電話かかってきても戻ります、うん、そこまでやってくれるんかっていうぐらい。そうですね、やっぱり自分ももし何かあった時に対応の早いところってやっぱり気持ちがいいんで、はい、やっぱお客さん目線で物事考えていかないかんかなってやっぱ思いますんで、はい、個人事業主さんとして、はい、まあ、独立されたと思うんですけれども、はい、最初怖くなかったですか？この年になると後ろを見てるよりも前向いていくっていうのが、若い時はその独立って怖いなって思ったことあるんですけど、この年になったら逆に就職がないんで全然怖いとかはないですね。キャンセルが一番怖いです。どうしても売り上げ減って
ってるけど、そうです、雇ってるし。やっぱりね、従業員にお金払われへんだったら、えらいことなんで、はい、自分らの給料なしでも、従業員には給料払わなあかんことになるんで、はい、それがやっぱ一番怖いんで、それ以外は怖いことは何もないですね。お父さんが事業されたってことで、はい、まあ、それもちょっと怖さを軽減する要因になりましたかね。父の仕事は結構特殊なんでね、向いてなかったっていうよりも、スーパー百貨店の仕事っていうのはお客さんが来てくれるじゃないですか。じゃなくてこっちからアピールしに行く仕事やったんですね。飛び込み営業ばっかりずっとやってたんで、嫌いではなかったんですけど、なかなかやっぱり飛び込み営業って取れないんですよね。今本当カバオルさんに一番脱帽するところは営業をやってくれるっていうところですよね。やっぱり営業の辛さ知ってるもんで、はい、自分が独立してカバオルさん関係なしに一人で独立しとったら、そんだけ営業多分自分でできないと思います。カバオルさんは選ばれる理由として営業付与っていうところ大きいんですか、ね、大きいですね。実際自分が頭で誰かを雇って営業出させてって言ったら、その子にかかる経費っていうのは多分そこ知れないはずなんですよ、はい、営業行って取れるかって取れないですし、ね、それだけやってくれるんでね、でも大きいですよね。独立する際に貯金っていくらぐらいあればいいと思いますか？貯金ね、僕ね、ほぼゼロやったんですよ。カバーオールさんに入った時も、加盟金もほとんど借りたと思います。兄と一緒に入ったんでね。はい、うちの父の会社自身は、それなりの規模もあった会社なんで、銀行からの借り入れはできたんですよね。だから、カバーオールさんにも借りましたけど、はい、父の残してくれたその会社が、やっぱり大きかったですよね。去年、やっと全額返し終えました。カバーオールさん、売上保証と営業付与、歌ってると思うんですけれども、営業付与のメリットは先ほど聞いたんですけれども、はい、売上保証は感じられますかね。売上保証はね、入った時に90万ぐらいのスタートをやったんですけど、1年以内に90万全部もう揃えてくれはったんでね、それもやっぱりわすごいなと思いましたね。こんだけ物件あるねんなと思って、はい、だからその頃にもらった、私が担当させてもらった物件は全部残ってます。7年間ずっと同じところ担当してるって結構すごいというか。そうですね、その担当の方、はい、あともやっぱりパイプ太くしてやっぱりしていかないかんので、うん、ちょっとここもやっときましたよという感じで、うん、お客さんにいつも報告は入れて、はい、お客さんもそれに答えてくれはるんで、うん、もちろんクレームっぽいことはあるんですけど、うん、カバーオールに言わないで、もう僕に言うてくれるようになってるんですよ。僕がすぐ対応に行くから、はい、もう全然何もこうクレームに一切ならないというか、うん、そんな感じですね。ゆくゆくは息子さんを育てていって、はい、主にしていくっていうか。そうですね、勝手に僕の考えでやってるので、あと13年でちょうど僕70になるんで、はい、元気な間に退散して、はい、若い息子の方にフランチャイズオーナーをしてもらおうかなと思ってるんですよ、うん、本人も今もうその話はしてるんで、うん、その代わり一生懸命とにかくしてくれと、うん、お前もクレーム出さんようにやれと、僕がやってきたことをそのまま全部教えてやらしてるんで、あんまりね75でも85でもできるとは思うんですけど、はい、どっかやっぱりある程度ケリつけたいかなと思って、ここでそんなこと言ってても結局75までやってるかもしれませんけど、はい、一応予定は70ぐらいでとは思ってますね、うん、長い目で見てカバオルさんに加盟してよかったですかね。そうですね、よかったですね。僕ね、本当なんか仕事って5年スパンぐらいでちょっと嫌になってくるタイプの人間かなと思うぐらいなんですけど、はい、カバオルはならないですね。いつもなんかもっと増やした方がいいんかなとかいろいろ考えたりはできるんでね、全然そんな思ったことないですね。最後なんですけれども、はい、今カバオルさんに加盟検討されている方にメッセージをよろしくお願いします。まあ本当カバオルって宣伝であったり社長の言葉であったり本当嘘がないところなんで、ぜひ飛び込んできてもらったらいいと思いますし、加盟金等々もやっぱり高いですけど、金額はやっぱりある程度貯めてから入られた方がいいと思います。やっぱり先にお金ドンと払って入られた方が、あとずっと積み立てとかどんどんできると思うので、ぜひそうしていただきたいのと、入られたら横のつながり増やしてください。以上です。本日はありがとうございました。ありがとうございました。